どうも、ビコンの樋口でございます。いやー、今日も暑いですね。それではね、スケボー今日もねやりたいと思います。とね、なかなかね、あのスケボーできる場所がね近くないんですよ。もうね、近所の公園しかなくてですね、これもね、ちょっと待ってくださいね。このね、見ての通りちょっとね、ガタガタの地面なんですよね。ですのでちょっとね、今日はですね、止まった状態でオーリーのね練習をしたいと思います。スケボーをねやるためにね、スケボー専用の靴を買いました。ナイキのスケボー専用の靴です。さあ、それでは頑張ります。さあ、それでは体重が重すぎて、お今上がったんちゃうの。今ちょっとね、一瞬浮きましたね。もう一回だ。41歳のおっさんがこけるとこ見てられへんな、これ。ちょっとね、体重が重たくてね、このここがグラグラするんですよ。ちょっとこう締めたいと思います。さあ、固くねちょっと締め直したんで、もう一回いきます。板がちょっと割れた。これはやばい。やってもうた。板が割れてしまいました。最悪や。最悪やんか。今ちょっとだけ上がりましたね。20年ぐらい前のね板やと思うんで、結構もうボロいとは思うんですけど、さすがにね100キロはやっぱ無理なんかな。けどね、ちょっとね、ちょっとだけ浮きましたね。
まあ、ということでちょっと今回はねこんな感じでちょっと終わりたいと思います。次はね止まった状態でもっと高く降りできるようにして、その次ぐらい涼みながらね降りできるように頑張りたいと思います。以上、ビコンヒューチでした。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。